最近お塩ママがかなたんのグッズを出していましたが、スバルのグッズを出す予定はありますか？あ、同人グッズでということですね。今んとこ何も予定してないんですけれども、スバルこれ作ってほしいみたいなやつある？他にみんな何出してんだろうね。何出してんだろう。なんかでもこの前何やっけな、なんかうん、ウケたんがスバルちゃんのマウスパッドを買いましたみたいなコメントがあって、いや出してないですみたいな、おめえそれどこで買ったのみたいなあったけどな。海賊版じゃん。そう、海賊版マウスパッドがなんかどこかで売られてるっていう情報だけ。あ、ちょっと健全なやつでお願いしますね、皆さんよろしくお願いします。そういえばお塩ママもね、かなたんのマウスパッドを作ってたよ、ぺったんこのやつ。あ、そうなん。そうスバルちゃん何がええかな。でもマウスパッドはちょっとセンシティブじゃない？わかんないけど。そうなん、なんかスバルマウスパッドはマウスパッドとしか思えへんから、何をそんなセンシティブちょっとみんなちょっとドキドキしながら使ってんだから。多分今日いるスバ友のみんな欲しいものある？これはマジで参考にするよ。ああ、抱き枕カバーはなんかいずれ公式で出そうじゃない？わからんけど、なんか抱き枕カバーとか出すと戦争起こりそうやけどな。あ、え、そうなの？スバルなんかさ、最近あんまりさ、なんかこうブリブリ専用にしょってなんでかっていうとさ、ギャグスバル派と、うん、アヒルスバル派と、そこ一緒っちゃうんや。これ逆、これ違うねん。あとメスバル派っていう三大派閥がおって、で、今それがあの、なんかスバルがちょっとなんでそんなことするのとか言うと、なんかおいメス出してんじゃねーみたいな。厳しい。嘘やろ。だからスバルはもう最近ありのままのレッドイットゴーしてんねんけど、俺だから飾らずにそれぞれの解釈でって言ってんねんけど。だから抱き枕はな、結構な天下分け目の合戦が起きる可能性はあるな。LINE スタンプ欲しい。あ、なるほど、私も欲しいな。LINE スタンプちょっとあの公式に頼もう、やごーっつって。あ、そうなん、 LINE スタンプは公式LINE スタンプは公式で出そう。あれ出したい、あの